はい、はい、着きました。アイマスクどうぞ。お待ちどさまです。はい、お待ちどさま。まあ、わからんよね。わかるわけないよね、ここがどこかなんて。はい、何時間走りました車。約3時間ぐらい。絶対遠いやん。いやいやいや、どういう道を歩いてんだ。では、びっくりした。目隠しを取ってください。オープン。うわ、すげえ。すげえ。っていうか山深。びっくりした。それどころじゃない。ナディアツ6話目ですね。もうトントンとやっていたので。なんか慣れてるな。あ、やれ財布ですね。はい、まあ、前回実戦負けてますんで、まあ、1000円ですね。まあ、1000円、1000円の旅から始まっていくってのと、じゃあちょっと目的地早速見てもいいですか。もう見るよ。え？はい、ちょっと後でもいいんだ。逆にいいっすか。逆に後で見てみますか。じゃあ楽しみにしとこう。今回、開けちゃっていいっすね。目的地はこちら、じゃじゃん。屋根のない博物館。はい、わからん。終わったこういうので来た。え、これ到着しなかったらどうなるんですか。二人とも来んみたいな。そしたらもうなしです。そっからはもうホールに来てからはもう自費で実践していただく。ああ、もうギャラなし実践ってことですね。わあ、怖いな。ということで、まあ、屋根のない博物館に朝9時ですね、朝9時に向かうと。はい、財布と携帯ですね。スマホと財布なんですけど、うん、ちょっと行く前に、まあ、日曜日合流するスタッフさんに日曜日受け取れるように渡して、まあ、一応小銭だけ持ってきたんで、じゃあ小銭入れをお願いします。お、ちょっとあれあるんですけど、いらない。いや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 、欲しいです。こういうのが欲しいです。はいはいはい、紙の救済ですね。まあ、なんかあった時に、はい、まあ、これ開けてもらえたら。あ、本当ですか。うん、じゃあまだ開けんがいいっすね。まだ、いや、すぐ開けない方がいい。いや、これは紙の救済だから。うん、こんにゃんって言うけど、最初から救済してもらってどうするの。いや、この紙よう救済してくれるけんね。まあ、今回6話じゃん。6話、はいはいはい。結構慣れた。いや、全然慣れんすよ。全然慣れてない。慣れないですよ、そんな。慣れてたって言ったらどうなったんですか。じゃあもっと過酷にしてやろうか。いや、ダメ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 。これでも十分過酷っす。過酷か。いや、ちょっとミッションを与えようかな。えっ、うわー、待てよ。やりましょう、やりましょう。あ、あるんすか。あとは、まあ、特にないか、私も。いや、ほんとサクサクいくじゃないですか。これ、喉乾いた時に。あ、いいんすか。飲んでください。あ、どうっす。これ、これ本当に個人的なやつ。あ、どうっす。これ、ブツブツ交換してフェラーリ持ってきますわ。ただの初の駅かもしれないという。1万2000円買った。よし、大丈夫。おー、出た。よっしゃで、これずっと今歩いてるんですけど、めっちゃ綺麗。ほら、うわー、ななな、おおおおおお、開始2秒で傘壊れた。嵐やんこれ。いや、ただね、これ嵐やんて。 You are my song, so it's 門島大橋付近方位表示板。門島大橋、今ここにいますね。こう長い橋を渡ればとりあえず本土上陸やな。やっぱり渡るが吉。熱のように優しく、花のように激しく。
ちょっとこの可動島大橋を渡るためにいただきします。ちょっと先にさっきもらったこのなんか瓶とかなんかちょっと開けてみます。湯に入りて病治ればすがりてし杖立ておいて帰る諸人。この句にまつわる場所を訪れて足を癒す場所を探せ。全然わからんなこれだけじゃ。じゃあとりあえずねどうしよっかな。人里に降りようまずは。車通りが結構あるんですよ。ちょっとヒッチハイクを早速ですけど、地名も名もわかんないんでこれに引っかかってくれればいいなっていうのをちょっと書きました。下山したいです。もうこれでやるしかないよ。わかんないんだもん。もう初耳すぎるこんなとこ。誰かね。え、本当ですか。え、この詩みたいなのちょっとご存知だったりしますか。わかりました。目に入り手でわかった。え、本当ですか。あ、杖立温泉っていうところがあるんですか。あ、本当ですか。あ、いいですか、ありがとうございます。あ、そうですね、じゃあちょっとここで。あ、あ、ちょっと待ってください、お渡しします。うち行く TV っていうところで。あ、本当ですか。あ、ジャスティン翔さんですか。あ、ジャスティン翔さんも出てますよね。中金と中金、そうです。お、見られてますか。私大好き。あ、本当ですか。あ、本当ですか。ちょっと、あ、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。失礼します、ありがとうございました。クズの恩返しを見たことがあるっていう方でした。すごくないですか、この温泉が湧き出てる感じ。いや、いいね。これがね、皆さん九州の良さなんですよ、やっぱり。で、あっちには旅館かな。この辺が旅館街とかなんだろうな。お待ちください。ここは何かこう観光地ですか。うわ、え、あ、晴れてる時こんなに綺麗なんすか。全然すごいでしょ。うわ、すごい。ありがとうございます。ほら見てください、これが橋です。角島大橋って言ってたな。あ、角島って書いて角島って読むのか。でもこれはさすがにでも映えだわ。晴れてたらもっと良かったんだろうな。とりあえず間違いないのは、今回の収録ホールは直方市なんですよ。とりあえず関門海峡を渡ってで、そこから直方方面に行けば、まあ、着く距離ではあるんで、とりあえず北九州に向かうこととしております。お久しぶりです。いや、なんか僕もこんなうまくいくとは思ってなかったです。これは何なんですか。観光のヒントって何ですか。危な危ななるほど、到着してこれが来るってことですね。神の救済、超ラッキーアイテム。いい、楽しみだな、すごい。ありがとうございます。じゃあまた旅してきます。あ、ちょうどよく、なんかちょうどよくあったんで、あの公衆電話。あ、もしもし、伝言いいですか。今私は、山口県にいます。時間かかるでしょうけど、いずれちょっと北九州の方に向かいつつ、目的地を探索する予定ですと伝言でお願いします。まあこれで50円使いました。よし、こんな感じでお願いします。下関付近までこれで行きます。こんばんは、ありがとうございます。さあ、着きました、大阪市場。ゆで卵、これ3個で180円らしい。よし、じゃあちょっとなんか温泉っぽいんで温泉卵買いましたわ。杖立温泉の温泉街になんか無料蒸し器みたいなとこがあるんですよ。ちょっと温泉卵にもしてみようかな。まあ、できるかわかんないんだけど、ちょっとこの卵で。
試してみましょう。あーでもなんかできそう。ちょっと1個だけ生でそのままちょっと蒸してる間ちょっと食べてみます。まあ、せっかくそこにね公衆電話があったんで、まあ、伝言で何か手がかりもあるかもしれないんで、まあ、そろそろ目的地の方を見てみましょう。じゃあ今日の目的地はこちら。ん？どういうこと？まあ、ちょっと伝言聞いてみましょうか。もしもし、ちょっと伝言とかって入ってたりしますか？なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと僕も伝言いいですか？大分の日田の近くにいますと、まあ、また何か情報がつかめましたら伝えますし、まあ、お願いしますということで、まあ、伝えてもらってください。これめっちゃうまそうじゃない？やばいっすよねこれ。いただきます。うまやば。すみません、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。助かりました、はい、本当に。このなんだ、中国自動車道に行けば下関インターチェンジっていうの行くらしい。多分ここじゃないかな、多分ここは中国自動車道じゃないかなって思ってます。なんですけど、ちょうどここに警察署ありましたんで、多分道尋ねたら教えてくれますよね。あ、すいません、道尋ねたいんですけどいいですか？もうこれどういうことか言ってないもんね。いや、ちょっと拉致されて、あの YouTube の企画なんですけど、目隠しで拉致されるっていう企画で、急にフランクルに置いてたらどうする？そうです頑張ります。すいません、ありがとうございます。はい、これで行く。北九州方面お願いします。そんなことあります？ありがとうございます。いや、先ほど送っていただいた方です。お邪魔します。2度目のお邪魔します。うわ、こんなことある？え、本当ですか？やった、来たやった。あ、すいません、もう下か福岡方面にちょっと行きたいなと思って。あ、いいですか、ご視させていただいてもいいですか？すいません、ありがとうございます。で、まあ、この明日の待ち合わせ場所っていうのがこの紙に書いてありまして、屋根のない博物館って書いてあるんですけど、なんかご存知だったりします？あ、全然、はい、調べていただけるのはすごいありがたいです。すいません、あ、JR 中前駅のから徒歩で行くって書いてあるんで、まあ、中前駅の方に向かって行こうかな。すいません、ありがとうございます。どうぞ。いや、そんな、すいません、いただきます。ありがとうございます。ご当地特許の夢、ちょっといただきます。いや、うめぇっす、これめっちゃうめぇっす。今、ご当地特許が三つ目の大山。すいません、ありがとうございました。助かりました。すいません、失礼します。まあまあまあ、そろそろいい時間帯なんじゃないですか、これ開けるのも。どういうこと？谷あり山ありだが、乗り越えれば幸福が待つでしょう。まあ多分伝言につながるんだろうな。公衆電話も見つけながらちょっと回っていきましょう。やばい、マジでない公衆電話。ちょっとこれもう一回ヒッチハイクですわ。来ました。すみません、本日は2度も。すみません、ありがとうございました。気をつけて。はい、すみません、頑張ります。ありがとうございます。ちょっと文字で飯でも食いたいっす。もう昼飯食ってないんで。はい、今ですね、一通り回ってみたんですけど、まあ今850円ぐらいあると思うんですけど、750円でちょっと飯食うとなると難しいみたいです。午前中の雨で光の調整ができないんですよ。カメラのタッチが効かなくなっちゃってて、もういいことないんで、行っちゃいます？髪の救済。
神のお告げ、どんなに貧困になろうとも20円は死守した方がいい。20円で多分これを速攻おにゅうくんに伝えた方がいいね。彼のお告げの中には何が入ってたかっていう。よし、公衆電話行きます。あ、もしもし、なんか伝言ありますか？了解です。伝言いいですか？今文字駅にいます。神のお告げ開封しまして、20円は持っとけって書いてました。残金が750円ですかね。すいません、これ外でパックいただくことできますか？あ、じゃあ一つお願いします。いただきます。映んないのかね、あれなんでね。鰹節大きくてうまそう。なんでセリアある。ちょっと100円ショップあるんで、ちょっと一旦100円ショップ行ってみます。これ最悪野宿も考えなくちゃいけないんで、防災用のなんかアルミホイルみたいな買って、一応買っときます。まあ100円なんで買っても。ちょ、買おう。どうですか、土曜日の夜に。お、なんすか。え、いいんすか。それを伝言を残すためにちょっとここら辺で公衆電話探してたんですけど、なかなかやっぱなくて。あ、そういうわけではないんですけど。大丈夫ですか。あ、お疲れ様です。なんか伝言って届いてたりしますか？今の地域に、ついてます。はい。どんな金がなくなっても20円だけは死守しろって書いてありました。どういうこと。じゃあちょっと自分からも伝言、はい、いいですか、はい、博物館に関しては、中町駅から徒歩1分ぐらいにあるという。まで、あともう一つ、神のお告げについてなんですけど。あ、はいはい。谷あり山ありだが乗り越えれば幸福が待つでしょうと書いてありました。あ、なるほど。ちょっとよくわかんないですけど。ヒントないですか、ヒント。それどお告げでしょ、だって。お告げっす。お告げ、それお告げじゃない。マジか。失礼します。はい。で、こうやったら見えることに気づきまして、支給品の懐中電灯、これですね、アルミ温熱シートで、これ買いましたんで、また百何十円しかないです。でもこれさえあれば外での、まあ、宿泊も行けるっていうことなんで、まあこれをねレビューせずに済むことを願います。おにゅうくんからの伝言があるかもしれないんで、もう一度かけてみます。中間駅ってとこですね。ああ、わかりました。なるほど、おにゅうくんの伝言がマジ神ってた。仲間駅お願いします。あの、もう欲張りに行くしかないよ、時間的に。久々こういったベルトなんて。いやいいですね、ちょっと帰ってきた感じがしますね。すいません、ありがとうございました。本当助かりました。ありがとうございました。すいません、失礼します。なんと博多のラーメンが320円で食べれるらしいんですよ。もうこれはもう食べるしかないでしょ。めちゃめちゃ美味しかったです。博多ラーメン全、めっちゃ美味しかったので、よければ皆さん行ってみてください。コンビニがあるんで、この辺りでラストピッチハイクしてやっていきましょう。けど今日ちょっと死ぬつもりやったんですよ。いや、死ぬつもりってのは自殺みたいな感じじゃないか。ちょっとすいませんね、語弊があるんですけどね。パネル下げてましたもん。いやですよね。あ、もうダメだな今日はみたいな。僕っすか。いや、めっちゃ減ってますよ。あざっす。マジいいんすか。そんな。やった。ちょっとマジで。あるやん。あるやん。え、いいっすか。全然いい。あざっす。これなんかもしがり。え、マジっすか。ピップタイムやねんこれ。しびれます。よし。
いや、すいません、あざす、いただきます。こんなもらってコンビニとかで空いてるところがあればいいですけど。はい、え、いいですか。はい、キッチンハイクの人とか乗せたりとかありました。あ、そうだったんですね。はい、ここが山の上だったんです。はい、下で引っ張ってないと。そうなんですね。いやいや、誰が光る誰が光るじゃハンバーグ食べてねじゃないよおかんの唐揚げもよろしくいやでもすいません、ありがとうございます。何から何まで最高に楽しかった。いや、こちらこそ最高でした、マジで。すいません、ありがとうございます。じゃあ帰りもお気をつけて。ありがとうございます。来ました。ああ、ようこそ屋根のない博物館へ。間違いないでしょ、これ。よし、おにゅうくんの影はない。すいません、ありがとうございました。助かりました。ありがとうございます。だから折尾駅に着いたから仲間駅が近くにあるらしいんで、なんでちょっともう一踏ん張り仲間駅目指してやっていきましょう。中駅が遠い、中駅が巻き遠い。とりあえず仲間の道が字が仲間の字が見えたんで、 500m 先を左ということでございますね。はい、塊みたいな、メタルスライムみたいなやつがいたっけ。怖っ。マイケルだよ。あなた、あ、俺ねえや。あなただよ、メタルスライム。俺、ハグレメタルだから。内緒やっけ。内緒とかはね、内緒とかなくねえじゃない。多分7ぐらいだと2歳もなくねえな。じゃあね、気をつけてね。おう、はい、どんちゃん騒ぎだったな。楽しかったね。楽しかった、すごい楽しかった。4時間耐久しよう、ここで。ここで耐久しよう。もう俺のもうアルミチェアになってるけど、ほんとアルミチェアだから。めっちゃ手振りようけ。どんだけ名残惜しい。
ダメだったですかね、今回。おたわめで癒してほしい。マジしんどい。とりあえず行きましょうか。行きましょう。はい。はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。出ないと思ってたって言ってるの。役立たずな神もいたもんだなぁと思いましたよ。10年はもう時だみたいな。もう時すでに遅いっていうタイミング。まあ鬼に関しては救済を全く活用してなかったよ。え、これ本当に救済だったんですか。まずカニからスタートした。カニからはスタートした。で、その後あなたは久留米の方に行って福岡行って仲間に来た。で、実を言うと下から一直線で、はい、農家さんこの仲間まで来れるんですよ。そしたらめっちゃ速いんですよ。どういうことですか。山を越えるルートなんだけど、でもそのルートだとまた昨日の夕方前には絶対着いてるんですよ。そういう救済だったんですね。救済局のヒント。ヒント、うん、いいかもしれん、考えが。ちょっと思って、ゲームバランス的に、うん、やけどちょっと本当一点だけテンション下がることがあるとすれば、うん、はい、まああんとご迷惑かけて申し訳はありませんですけど、僕はカメラちょっとね、壊れまして。来たのがこれだよ。なんだよこれ、テレビ局かよ。このサイズ。こうやってこれ。じゃあ入店みたいな。はい、ビヨーン。いや、俺ちょっと入場して考えますわ。入場して、はい、うん、本当確かに。でもこればっかりは中入ってみないとわからんところはあるから。ですよね。うん、なんか入って、はい、じゃあ今度はこうですね、行きましょうか。よし、頑張りましょう。頑張ろう、勝とうぜ、今回は。勝とう、うん。それでは行きましょう。キャッ。はい、それでは、バイオハザードレジデントイーブルですね。はい、1枚目。このカメラでけえ、マジで。えげついほどでけえ。慣れないわ。あ、なんかさ、これおかしくない？リールのバックライトって消えてるっけ？いや、消えてないね。この台、リールバックライト消えてますね。おっと、見てしまう。朝一はね、窓巻きから始めていきたいと思います。じゃあ1枚目で、まあ、窓巻きに座った設定は過去の傾向を見ても、まあ、窓巻きをメインとして使ってることが多いイメージなので、まあ朝一窓巻きが空いてたんで窓巻きに座らせていただきました。まあ私何が強くて何が弱いか全く分かりませんが、うん、これはなんか円環の断りみたいなやつでしょう。さあ、ここでね、しっかりと仕留めていきましょうか。おい、いやー、これは当たったでしょう。もうね、わかりますよ、これ初打ちでも熱い。これは初打ちでもわかる、これは熱い。よいしょー、やったー。126ゲーム、投資が5本ですね。マギカラッシュですね、これ。強チェリーからかな。まあでも、まあ当たったんで、OK。はい、OK。 いやー、まさかこんな朝一ね、幸先よく行くとは思わなかったですよ。ん？何？何してんの？何？あ、これね。あ、これ。まあ、ハズレベルチェリー。ベルじゃないの？お、いいんじゃない？うん。
ちなみに何が太陽役なのか僕は全然わかりません。よいしょ、おい、ベル重ねていく。何？窓が来たよ。え、何何何何何？マジで何が起きたの？おい、やった。え、今日は違うよ。はい、今日は一味違います。僕もう引きが朝から大渋滞しております。なになに、おりゅうくん300枚窓から乗っけましたね。まあとりあえず、まあまあもうすぐ当たると思います。500までに当たると思う。2万円目。おりゅうくんすまん、2万円目だ。ああ配線、まあ、もうここで間違いないですね。配線ルートは熱々なんで、まあ、限りなく、まあ、通常 B っていうモードにいました。なんで全然 A じゃなかったんで、全然設定判別的にはマイナスではない。総投資が1万1000円です。で今回アイテムチャンス2つ、青バレット2つ、黄色バレット1つ。なー、これダメ、これダメです。あ、でもレバーやん。全然いい、全然いい。もう一個は、あー、レベルプラス2と。いやいや、マジ最高っす、マジ最高っす。さあ頼む、次のフリーズさせよう。いきます、はい。マジで、マジで、まあ、ラスト1ゲーム、マジで、もうレアパワー、頼む、ジャクチリ、スイカ、はい。ダメかー、いや、まだ、まだある、まだあるんよ。ここでラスト。最悪や。最悪です、今度。ダメだなー。まあ、設定判別は一切進んでませんけども、まあ、とりあえずはですね、もう残り9000円しかないんで、ちょっと手前、回ってみます。ちなみに、バイオハザードはレジデントイーブル、3台あって、ラッシュ入ってないの俺だけです。はい、742枚で終了です。よかった。だいぶ取れた。まあまあもう下からパンパンでございますよ。朝一からこんな展開はなかなかないですから、もう今後の展開にも期待ですね。128枚。まあ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 。まあでも当たりは早いんでね。設定2以上濃厚らしいっすよ。はい、移動してきました。ほんの少しの持ちメダルと残りが9000円です。何より前回の7をつく日に、六角出てるらしいんですよ。なんでちょっとワンチャンあるのかなと、バラエティもワンチャンあるのかなと思って、売っております。なんか最近バラエティに相当力入ってるらしい。ダメ、いやちょっと待て、いっけーしょー。助かった助かった、 AT 洗車が確定でした。総投資が1万3000円のままです。よし、助かった、ありがとう。さあ洗車の、パンサー革命って出てるけど、私たちは負けません。なに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 、アンチオ革命、相手がアンチオになったんで勝利の子、よし、いったかな。まあ従来のね、アタックピタッ、オッケー。ちょっとねめちゃくちゃスピーディー倒せたかもしれなかったんだけど、そううまくいきませんでした。ここからはまあいつも通りの報酬です。シート、はい、7、
めっちゃいいやん。いや、またやん。ちょっと待って、ちょっと待って。勝ちましたけど、ちょっと今調べてみたんですよ。調べてみると、まあ、全30種類のシナリオがあって、1戦目も2戦目も反響なのは、3つしかないですね。シナリオ1、29、30と、まあ、どちらにせよめちゃくちゃいいシナリオを取ってることには変わりない。最高や。しゃあ、よいしょー。やべえな、一瞬だ、一瞬だった。お願い、それは無理だー。いや、まだ、あー、やったー、マジだよ、ダメだー、いけー。おにゅうくん、任しとけ俺に。マイケルさん、なんかめっちゃ持ってる。なんでそんな持っとん。200ゲームとかでポンポン当たるんよ。前後編はこのゲーム数までやったら天井まで行かないかん。じゃあとりあえず天井まで追うか。とりあえずゴーやね。めっちゃ長いな、この全長。5問いくんじゃね。さあどうだ。おお、いった。危ねえ。ちょうど投資20本ですね。589ゲーム。めっちゃハマったわ。もう持っていかれた。1000枚出そう、1000枚。イエーイ、エピボーマジか。なんか全長おかしいような気がしたんだよな。一緒に行こう。70枚。おっと、チャンス目、さりげなチャンス目、チャンス、さりげなチャンス目からのチャンス。マギカアタック、いいですね。さあ誰ですかと。さやか、リプレイ。すごい、ボーナス、ありがたい、嬉しい。もう一回エピボトが来ないかな、なんか間違って。まあ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 、ほう、ホームじゃん。しかも何が起きた。油断は禁物。30枚からの期待はカプル、イエース。カモンカモン、ノー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 、スタンダーッ、オーシッダウン。130枚。え、このままじゃ1000枚いくわ、マジまくれる。もう一回、もう一回来ない、なあ、来ない。終わった、1048枚。最悪です。はい、クソ飲まれてます。飲まれてる。1200枚飲まれた。1200枚。自分が今トントンない。盛り返した、ちょうど1000枚出て。じゃあちょっと待って、今俺プラス50枚ぐらい。ずっとトントンや俺ら。いいだよ、もうやめられる気配もないからさ。まあじゃあ、まあ、ディスカップでもいいんじゃない。様子見よっか、まあ、とりあえずトントンなら行こうぜ。行こっか、俺もガルパン粘るわ。 OK、 粘ろう。あー、やった、負けや。いいさー、もうこいつが硬すぎるんよ。なんか毎回こいつに全員倒されるわ。あれ、俺この画面なんか見たことある。これ六角じゃね。え、あー、六角だ、六角だ。これ設定6、クソ捨てました。
6個目いいっすか。6個目出た。おぉマジで。じゃあ6腐らせ乗ったから。やばいよこれ。もう回すわ。もう違うね。もう6って上がった瞬間隠すものないもん。はい、当たるやろこれ。当たれ。いやベル8連9連ぐらいしそう。やばいやばい。いや一切当たらん。あーすごい全く当たらん。おおめちゃめちゃベル連えぐ。おーなーおらー復活してくれ。あらなんで今、持ちメダル多分、まあ、データカウンターじゃ1500枚ぐらいは持ってるぐらいな感じだと思います。あとは流してメダルをおにゅうくんに何枚出たか自慢したりましょう。移動してきました。リッカップ。おっとどうなんやった。おいやかなな。いきなりピックか。めっちゃ緊張すんな。お、マジかよ、お前。10ゲームって。ナビ3回しか出てこなかったわ。最悪。最悪だよ。一瞬で終わるやん、こんな。あるね、これはあるね。しゃ、うまっ。でかっでっかっ。50でけー。おい来てよペラポン。で楽しもう楽しもう。僕見ないから。ここ3コマぐらい滑ったな。ビタ止まり。さあ目開けましょう。はいどえらい目が止まってるんだけど。よいしょ。大事な場面がやってまいりましたよ。本当にこれマジでもったいないからここはちゃんとやろう。はい、うわでかっ。はい、ゴー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 。はい、サンサン。おおおさあいくらだい。でかい。おいよいしょ。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。長い旅から長い時間よく頑張りました。ボロボロですよ本当に。もう一戦終了ということで、ね、結果の方をお願いします。僕なんですけど隣でバイオまでは見てたんじゃないですか。バイオまでは確かに見てた。11,000円、サクッととかして悲しい感じでしたけど、あの図を移りまして、六角のガルパンジン打ちました。総投資650枚、回収1487枚でプラス837枚 V モンキー。イエーイどうよ。俺と乗り打ちしてよかった。うん、よかった。よかった、うん、よかった、うん、ああよかった、ね、じゃあどうぞ。じゃあ自分が、はい、1日の総投資が1000枚。全部使った。全部使った。で回収が2,748枚。ん？なんで？2,748枚。2,748枚？はぁ、嘘やろ。なんか、ちょっと待って、鳥直さん、ちょっとドヤ顔で俺837枚プラス。そうだよ。俺の倍稼ぎ取ったってこと？実はね、裏で。やばはい、本日のプラス出ました。マンボウ2500
85枚ということで、素晴らしい。やばくないことで、はい、次回、はい、やれないやつら、はい、エンジョイ金、はい、5万2000円。やばくないですか。やば、5万2000円、はい、5万2000円ってことは2万6000円ずつ。そうです。しゃー、はい、じゃあ次回やるときは2万6000円ずつ出ますと。でも下手したら収録させてくれるホールがなかったらこのまま俺らは1000円で旅した男どもになると。そう、ニューシングルメジャーデビュー1作品目の新藤坪の香り、ドル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 、みだら何おい、みだら何おい、右から左に香る、みだら何おい、みだらになる、みんな夏で弾けてポンバー、そうさ私、富士坪の、富士坪の F。 この歌い出しでさ、みだらの香りって初めて聞いた。最低な歌。ちなみにこれも替え歌なんですよ。まあ、歌詞は覚えてないですけど、中森明菜ちゃんの少女 A です。あ、そうですそうです、じれたい、じれたいのところで、みだらなにおい、みだらな肉焼きたい、肉焼きたいいくらの肉でも関係ないよ、何でも頼めない、これは心強い